横綱白鵬露払い石浦立ち持ち照強行司は式守伊之助であります。体を見るのも楽しみという話が北の富士さんからありましたが、いかがですか。そうですね、あんまり変わってないですよね、うん、そんなに筋肉がげっそり落ちるとかね、そういうことはないですよ。徐々に状態を戻してこの場所を迎えます、うん、まあ、師匠の宮城の親方も、まあ、身体のかかる場所なんです。あとは一度顔があって、その時は白鵬が左で張って左の上手を取って勝っています。ただいつもの右四つを狙いに行くということは左足の踏み込みになりますので、右足が軸足、痛めてる足が軸足になると、明生が挑みます。右足からいった、右の上手だ、左四つ、明生も取れる形、引き付け合い、白鵬が寄っていけない、投げ下ろし上げ、下手投げ、白鵬しのぼし、疲労はしましたが、ま、残る館内です。やっぱ張り差しですよね、はい、しかも右足から行きましたね、うん、まあこの辺りはねさすがと思ったけど、これで十分かと思ったら逆に寄られたからね、どうでしょうかね、右足に負担かからないようになってるのか、最後はですねこれはね、まあまあ痛めてる足を軸にしたそれはもう多少のあれは感じていたと思いますよ、大阪さん、はい、横綱戻ってきました、はい、取り組みについては体は動いたと思う、うん、それから膝についてはコメントはありませんでした、はい、相当汗をかいて引き上げてきています、いやこの一番を見て、あこれが勝った直後の白鵬ですが、まあ心中いかにというところに、これはね勝ったのは良かったけどね、相当不安は大きくなったね明日から、がっぷり左四つですよ、はい、そしてあの投げで裏ついてね、まあ、かろうじて打ち返して勝ったけど、はい、これはあの形になったら相撲にならないはずだ、本来はそれが明日に戻れるというのはね、今ほっとするところが明日からの相撲が逆に心配だ、うん、なりて掛け投げですが、舞の海さんはどのように、はい、いや私もこの立ち合いから勝負が決まるまでの間のこの相撲内容を見ると本当にもう満身創痍と言いますか、だという話でしたね。舞の海さんも大きくうなずいて、うちわで風を送る観客の姿が見られます。この体育館の白鵬よりも早い動きの中で自分の形を作って攻めていきたいですよね、はい、先に先に攻めていきたい遠藤、時間です。
初日は攻め込まれましたが白星を挙げた白鵬、この2日目も難敵遠藤との白鵬また右で踏み込んでいった、突っ張っていく遠藤前回し、遠藤形を作ったが突き落とし、白鵬を退けました。2連勝で手を出して突っ張っていきましたね。そうですね、ただ手の出し方はそんなにいい手の出し方じゃないからね、遠藤の踏み込みがもっと鋭ければね、はい、白鵬の懐にうまく飛び込めたと思うんですが、ちょっとなんかこう手を2本出されたところで立ち合いに遠藤の足が鈍ったんじゃないですかね。これ俊遠藤が中に入りかけましたが身のこなし、結果が問われる場所、2日間白星です。上手出しだけで白鵬の勝ち。最後は左上手にかかっていて上手出し投げ、白鵬2連勝です。あまりエンドも考えていなかった動きだったんだと思いますね。まあ、あの手の出し方だとね、脇は空いてますしね、はい、遠藤からするとチャンスだったと思いますよ。と入れそうな感じもありましたけどね、はい、そうですか。結果が問われる場所で3日目の幕内力士の土俵入りです。2日間休んだ高安、関脇の高安が今日から出場してきました。思い切った当たりができるかですよね。昨日あの白鵬はもろ手突きで見ていくような立ち合いだったんですが、あの立ち合いですと大栄翔の方が一気に来る可能性ありますかね。ですね、大栄翔としたらもうなんとかいい立ち合いして横綱に引かす場面があってね、はい、そこを攻め切りたいでしょう。さあ時間です。この名古屋場所に復活をかける白鵬がここ2日間は白星を並べてきました。3日目大栄翔の挑戦を受けます。時間です。張っていきました、左が入った、すくい投げ、豪快に投げ捨てました。白鵬3連勝。そうですね、負けないですね。あの大栄翔もともと左四つなので、はい、左を差しに来られるとどうしても左を誘いに乗ってしまって差してしまうっていうところを、うん、やっぱり横綱が分かってますよね。なるほど、はい、もう狙い通りなわけですね。だと思います。白鵬が3連勝です。はい、どうぞインタビューです。それでは正代関に3日間白星を並べました。ただいまの決まり手はすくい投げ、すくい投げで白鵬の勝ち。高井川さん、立ち合いはやはり張り差しでしたね、はい、ですね、やっぱり思いっきりまっすぐ当たってくる相手ですから、はい、張ってなんとかどっちか差し込みたいというところだったんですよね。まあ、あとはその今日はすくい投げ その腰の回転も良かったしですね、はい、まあ、欲を言えばまだまだこの3日終わった時点で相手の陣地に全然入ってないんですよね、はい、みんな自分の陣地で勝負をつけてるんで、まあ、勝っていけばどん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 また前で勝てると思うんですけどね、はいはい、注目の2人照ノ富士、そしてその後ろ白鵬、2人ともに3日間モンゴル出身片尾内部屋志摩ノ海、三重県出身木瀬部屋でぶちかましていくのではなく、あえて白鵬に立たせて白鵬の動きを見てからその後攻めていくというね、こういう相撲も取れればもっと面白いんですけどね。最後時間です。
手をついて。白鵬張り差し、距離を取っていますが、いやいや雑になった、後ろについた、突き落とし、横綱白鵬負けません。軍配東です。逃しちゃいけない場面だと自分は思います。うん、残り30秒、最後インタ一言聞きたい。相手を懐に入れてしまいましたが、ここです。しかしそれでもしのいで振りほどきました。あの隆の勝も引いてくれ、横綱が引いてきたので、はい、あそこは絶対に前に落ちちゃいけない場面でしたし、はい、いやこの表情です。相手に背中を見せましたが、その後すぐに反転攻勢、突き落として白鵬の勝ち。4日間星を並べました。舞の海さん、どうですか。いや危なかったですね。もう後ろに突かれた時はもう負けたかと思いましたけどね、はい、やはり張り差しを選択しましたが、四つに組み止めることはできずに、はい、ややバタつきました。向正面の押尾川さん、石浦立ち持ち照強、行事は式守伊之助であります。北野さんも左の上手、そうですね、とりあえず胸を合わせたい、もう下手も引きたい。制限時間いっぱい。照ノ富士は5戦5勝としました。さあ今場所腰の重さが出てきている逸ノ城を迎え撃つ横綱白鵬、4戦4勝。縦行司式守伊之助、軍配を返しました。手を下ろして、逸ノ城が突っかけました。あ、今日5日目幕内初めて呼吸が立ち合いずれました。待ったなし、戻して、おっと、合わせて合わせて、逸ノ城が2年ぶりのこの横綱白鵬戦、ちょっと流行ってますかね。流行ってみるけども、白鵬もちょっと立ちづらそうだね。あ、横綱の方もそうですか。待ったなし、二度合いませんでした。手をついて、右足から踏み込んで右四つ上手、逸ノ城切る、もろ差し、白鵬寄り切り、白鵬の勝ち。初日から5戦5勝、名古屋場所序盤戦、横綱白鵬大関照ノ富士、2人揃って5戦5勝で明日からの中盤戦です。やはり右を差しに行きましたが、右足から踏み込んでという白鵬でした。まあどっちしてもやっぱりもろ差し狙ってたんじゃないでしょうかね。まずは右から差して、差して右足も入りますから、ここでもう巻き替えています。そして上手を切る、うまいね、この辺がね。もうこうなったらもう
200キロあっても300からあってもダメだよね。いやいや腰が全然もう高くて。そうですか、あ左もこう前回し狙いをっつけて止めて、やっぱり逸ノ城はね、やっぱり左取ると強いけども右側の使い方は下手だよね。あまだこれからというところがありますか。しかしあの北の富士さん、大きい相手をですね、右を、4つで組み止めて勝つという内容がこれで出ましたね。今場所はこれでね一番気分のいい勝ち方じゃないですか。もうよく自分が左側の方に動いてという立ち合いはあるんですが、逆の方を考えて、動くっていう、挑戦者だからね、北斗富士は自分で一番こう自信持ってで相撲取ってほしいですね。なるほど、相手どうじゃないですね、迷ったらもう相撲取れないんで、一番こう自分で自信ある相撲をね、挑戦者の気持ちで向かってほ、ってほしいですね。はい、制限時間いっぱいになりました。5連勝の白鵬、今日から中盤戦です。押し相撲の北斗富士相手にどんな相撲を取れるでしょうか。よろしく。ついて、今日も右から踏み込んでいった、はたき込み少し下がりました。6連勝。いけないですね。北斗富士はいつものように左から踏み込んでいきました、そこから足で出していかないですね。ちょっと下を向きすぎたですね。下を向きすぎてしまわずに相手に、今日も張り出し、やはり右から張って右から踏み込んでいきました。ただいまの決まり手は叩き込み。白鵬、照ノ富士いずれも6連勝と白星を伸ばしました。北斗富士がどう取るかというところにも注目しましたが、一瞬攻め込みましたけれども、そこはたきのところやっぱり落ちちゃダメですね。そこをちゃんと見るようにして出ればよかった。そうですね、少し下がりましたが、横綱としてはどうですかね、ヒヤッとするような感じはあまりなかった。変わって優勝争いに絡んで横綱昇進なるかという照ノ富士。張り差しもありえると思いますけどね。なるほど、それで捕まえに行くと、さあここで制限時間いっぱいです。何かいい表情に見える翔猿、迎え撃つ横綱。横綱初挑戦、待ったなし。今場所は右足から踏み込んでいる白鵬、合わせる行司式守伊之助、翔猿仕切り線かなり後ろ。これは何か考え、張り差しをちょっと意識しているんじゃないですか、なるほど、ちょっと白鵬も見てますね、うっと、立っていますか。あ、止めましたね。成立したようにもちょっと見えたんですが、今伊之助は止めました。考えてきてますね。そうですね。さあ一度止まって2回目、さらに後ろ、同じような位置です。これ白鵬も今踏み込まずに見ていく立ち合いを選択しました。これだけ離れて、見ていった。白鵬の細かい突っ張りだ。
翔猿回り込む。おっと白鵬がまわしは取れない、取らさない翔猿、また見合った、何かフェイントも見せた翔猿も考えてきた。ここまでは組ませない、頭をつけ合う。それを嫌がった翔猿です。かなり呼吸は荒くなっています。翔猿何か違う競技のようにも見えますが、ここで組んだ白鵬左の上手、上手投げ、白鵬7連勝。本曲げというか圧力曲げですかね。この最初からこれ翔猿は当たるという立ち合いは選択しませんでした。まあ、こうでもしながら足でも払えば、ね、また面白かったかもしれないけども、ずっとなんかこう、ね、ただ下げてこう見ているだけで、横綱はそれでいいんですけど、やっぱり、ね、はい、翔猿はもっと何かやればよかったですね。向正面錣山さんにも伺いますが、錣山さん、はい、考えてきましたね。そうですね、でもまあしっかり当たるってことはなかったですけど、思いっきり行きましたよね、考えながら、はい、だから あれだけ下がるとやっぱ白鵬の方も何してくるのかなっていうのはありますよね。ですから白鵬はよく見ていきましたよね、はい、この四つの体勢も翔猿が嫌がって一旦距離ができました。いや、こうなったらね、捕まれって思いましたよね、はい、まあ、最終的に捕まってしまいましたけど、はい、まあ、ご覧いただきますが、最後左でしっかりと回しも白鵬が取ります、はい、ちょっと近づいて近づいてといった頭をつけたところ、右が入って左の上手もう行かなきゃいけないっていう、なんかこう、いや、しかし考えた相撲は取ってきた翔猿、うん、そうですね、はい、横綱初挑戦、我慢が足りなかったですかね。ただ今の奪いでは上手投げ、上手投げで白鵬の勝ち。しかし、白鵬が立ち合いでなかなか手を下ろせずにですね、やっぱりまさかそういうふうに来ると思わなかったら、そこで一旦落ち着いてやっぱ自分でもう一回確認したんじゃないですかね、自分の中で、まあ、結局見ていこうという立ち合いになって、天空海も思い切ったことをしてきますからね。どんな相撲になるか、過去十両と幕内どうですか、琴恵光の表情を見て。いや、でもなんか気持ち落ち着いてる気がするんですよね。そうですか、はい、白鵬にとっても初めての相手ですから、どんな相撲を取るのかちょっとこう考える部分はあると思います。中日勝ち越しをかけて白鵬、待ったなし。琴恵光を初めて白鵬にぶつかっていきます。張っていった白鵬、左四つ右の上手捕まえました。白鵬巻き替える琴恵光、寄り切り、白鵬勝ち越し。あっと、枝川審判大丈夫でしょうか。肩を押さえています。枝川審判のところに落ちていきました。もう今場所はこうやって張って右で踏み込んで左を差すという相撲。まあ、しかしながらこの初対戦でですね、初顔でですね、このような状況で完璧な相撲を取る横綱はさすがだと思いますね。はい、
巻き替えに来たところを攻めていきました。三瓶さん、はい、琴恵光はですね、もっと自分から攻めていきたかったと言いました。初めての結び横綱戦の感想を聞きました。相撲をやってきてよかったと言いました。そうですか、29歳入門から一つクリアしました。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って白鵬の勝ち。初挑戦の琴恵光を捕まってしまいました。決まり手は寄り切りです。これで白鵬と照ノ富士2人が8戦8勝で折り返します。1敗はなくなりました。いやー、荒磯さん、はい、厳しい相撲でした。さすが横綱という感じでした ね。 そうですね。もうですけども、やはり横綱の前になって性が高いと思われます。今日は白鵬は千代大龍、照ノ富士は沖ノ海です。名古屋場所9日目幕内最初の相撲はこの立ち合いの当たりがですね、はい、一気に白鵬を土俵の外まで持っていくような、そういう馬力があればいいですけれども、そこまでは、ね、なさそうなんですよね。今場所特に千代大龍らしい当たりがないだけにですね、はい、過去一度も勝っていないということも含めて、うん、白鵬が引き締める感じが漂いますが、制限時間がいっぱい。毎回の対戦で立ち合いが一つポイントになりますが、横綱の方が踏み込み勝っているというこの千代大龍戦です。軍配が返ります。今日も右足から発砲、立ち合いを止める。ちょっとはたいて上手、寄り切り、白鵬万全9連勝。照ノ富士と照ノ富士戦とかですね、それから高安も出てきましたから、まあ、何があるか分かりませんけれどもね、太田さん、はい、白鵬に今日の立ち合いのことを聞きました。少し右の方に、はい、ずれていったんですけれども、そうでしたね、立ち合いの相手を少しこう圧力をずらそうと思ったと、それがうまくいきましたねという話をしていました、うん、その感じが、千代大龍の圧力を逃がすような形になりました。千代大龍のあたりを問題にしませんでした白鵬です。9戦9勝、白鵬照ノ富士並んで明日10日目です。寄り切って白鵬の勝ち。まさに前泉さん、はい、白鵬の相撲になりましたね。今日は余裕がありましたね、はい、千代大龍の体当たりの衝撃ももう白鵬の体は十分分かってますね、はい、右足からの踏み込みでしたけれども鋭くいきましたね、今日は張っていませんですけれども、右足から強く踏み込んで肩をぶつけるような白鵬の立ち合いでした。今日はまあ突っ張られてもですね、はい、いつでも組み止められるというそういう余裕はあったと思うんですよね。あ、そうですか、春日山さんにも聞きましょう。春日山さん、はい、白鵬強かったですね。強かったですね、はい、親方もですね、何度も対戦があったんですが、白鵬の強さというのを一番感じるのはどんなところですか。まあ、もう思いきりこうなんて言ったんですかね、当たってもこう、まあ、吸収されると言いますか、はい、力がこうにこう逃がされると言いますか、全くこう伝わらないっていうイメージですよね。あ、そうですか、はい、そういう、はい、感覚でした。へえ、はい、勢いが思い切ってね、肩から頭から行くんですけれども、はい、そんな感じがあったわけですね、はい、千代大龍もひょっとしたらその同じような感覚を今日は味わったかもしれません。もうここまで来たらですね、はい、白鵬が全勝優勝してですね、1年も休んでる俺に優勝をさらわれて何やってんだっていうね、そういう
叱咤激励と言いますか、気合を入れてほしいですね。まあ白鵬自身は周りのことではなく今場所はさすがに。横綱昇進、三日月さん。はい、三日月さん頼みで伺いしますが、先ほどは連絡どうぞ。はい、北の富士さんがおっしゃられたあの左四つですね、まあ、右の浅い上手を取って左を返した、沖ノ海の形になれば、まあ、チャンスは出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。ただ横綱ね、不利な体勢からでも土俵際こう回り込んだり投げたりするのが本当うまいですからね。はいはい、まあ、とにかく沖ノ海には左四つになってほしいですね。さあそういった展開になるかどうか。照ノ富士は今日勝って実戦実勝としました。もう一人の土つかず白鵬、待ったなし。対戦相手沖ノ海、よろしく。無傷でこのあと終盤の土俵に向かうか白鵬。今日の結びの一番です。張っていきました。左四つになりました。上手を取りました。白鵬の形です。白鵬が強い。寄り切り、白鵬の勝ち。左四つ組み止めて右の上手、おそらく三役以上との力士との対戦が組まれると予想されます。今日の相撲です。右四つ左上手、失礼、左四つで右の上手、もう形を作りました。三日月さん、はい、なかなか沖ノ海としては見せ場を作れませんでしたね。作れませんでしたね、はい、沖ノ海にあの横綱の形になってほしかったですね。沖ノ海が右を、上手を取って左差しですね、はい、逆の形になってほしかったんですけど、まあ、横綱がそれだけ、まあ、調子を上げてきているというかね、あの集中力を高めてきて、だん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 これで横綱の白鵬、大関から横綱昇進を目指す照ノ富士、揃って勝って実戦実勝。明日からの終盤の土俵へと向かいます。北の富士さん、今日も白鵬を締めました。もう結果は見えた。まあ、白鵬としては今日も形を作りましたね。はい、明日白鵬は北の富士さん、若隆景とです。まあそれは期待持ちますよ。はい、そして照ノ富士は明日は御嶽海との対戦。まあこれもね、当たりさえ良ければ、はい、ある程度は勝っちゃう。そして三つ揃えの化粧回しも今日から変わっています。横綱ないので、はい、そういう意味ではね、しっかりぶれずに正面に持っていけば、まあ、そこで引かせたりとかすることがあればね、チャンスがあると思います。さあここで制限時間いっぱいとなりました。白鵬目の前で照ノ富士が11連勝と星を伸ばしています。若隆景は初めての結びの一番、初めての横綱戦です。待ったなし。よろしく。行司は式守伊之助です。ちょっと呼吸がずれた。右四つ回り込む若隆景、上手は許さない。胸が合っています。白鵬の攻め、寄り倒し。白鵬11連勝。照ノ富士と2人並んで明日12日目です。若隆景とか怪我とかあんまり関係ないんじゃないかなと思うぐらい、あの大関の照ノ富士もそうなんですけども、はい、やはり結果が出てる力士はなんかそう感じますね。ちょっと立ち合い呼吸がずれました。若隆景が準備が整わずに誘われるように立ってしまいました。
右四つで白鵬が、あるいは初めての結びで緊張もあったかもしれません。若隆景、放送席どうぞ。大関正代関に勝って勝ち越しを決めました豊昇龍関です。おめでとうございます。ありがとうございます。この勝ち越しは気分どうでしょう。嬉しいです。嬉しいですか、はい、やっぱり大関に勝っての勝ち越しはやっぱこれまでとは違いますか。はい、違いますね。あの11日目での勝ち越しは最も早いですね。はい、初めですね、はい、あ、それについてはどうでしょう。まあ体いい感じに動いてるし、あ、これからも一番一番って大事に持っていきたいと思っています。先場所足技で勝った正代関に今日も足技を見せました。今日の狙いはどうですか。まあやっぱり当たって前攻めたらなんとかなるのかなと思ってたんで、うん、本当勝ってよかったですね、うん、残り4日あります。はい、同じ部屋の明生関が今場所新三役で次は自分もという思いあるんじゃないですか。同じぐらいに頑張っていきたいですね。ああ、そうですか。明日以降も切符の椅子も見せてください。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。豊昇龍関でした。大関正代に勝って勝ち越しの決まった豊昇龍、すがすがしい表情でした。今日の幕内の結果をご覧いただいています。霧馬山、モンゴル出身陸奥部屋、阿武咲。12日目結び時間です。復活優勝に向けては照ノ富士より先に星を落とすわけにはいきません。関脇御嶽海の挑戦を受けます。12日目待ったなし。よろしく。右を差していった、捕まえた。右四つ上手はまだ、下手を引いた、下手から振る。上手はまだの白鵬、今日はまっすぐ右を差しに行きました。じっくりというか白鵬、ここで上手寄り切り。白鵬も12連勝両雄譲らず、残り3日です、ね。両者も全勝でいってほしいなと思いますよね。千秋楽の全勝の対戦を楽しみにしたい。そうすると、ね、千秋楽の取り組み、結びの一番の価値が、うん、さらに高まるじゃないですか、はい、それを期待したいですね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。そして正面は豪栄道の武隈親方でした。残り3日の期待どうでしょう。もう私も同じく2人の全勝対決で、12勝目の勝ち名乗り。ただいまの決まり手は寄り切り。今日は張らずにまっすぐ右を差しに行きました。そうですね、右から張って上手取りに、右上手取りに行かなと思ったんですけど、これで御嶽海は6勝6敗。今場所の2桁という夢はなくなりました。これで勝ちっぱなし白鵬照ノ富士変わらずで残り3日の勝負という形に変わっていきます。大栄翔、埼玉県出身追手風部屋、小結明生。こちらも大関復帰を目指します。7勝3敗2日の休み、実質は7勝5敗です。大関復帰に向けて2桁の白星をつないでいくためにはもうこれ以上腰を落とせない高安。氷河白鵬、明日照ノ富士、自分のためにも、そして優勝争いを鍵を握る高安が今日の白鵬の相手です。さあ果たして復活優勝に向けて残り3日間です。静かな表情白鵬、これまでにもさまざま不可能と言われてきたものを可能に変えてきました。
多くの記録を積み上げてきた白鵬。待ったなし。高安二桁勝利をつなげるためには乗り越えなくてはいけない白鵬の壁です。過去は20対2と白鵬がリード。よろして。照ノ富士は一足先に13連勝、土俵下で見上げています。さあ白鵬復活優勝に向けて張っていきました。張り差し、手繰る、とったり、白鵬も13連勝。こうした対応力も白鵬です。揺るぎない自信、安定感、そしてその上に裏打ちされたこうした技、両雄譲りません。照ノ富士、白鵬ともに13戦全勝。そしてこの瞬間にといいますか、13戦全勝が2人ということで優勝は完全にこの2人に絞られました。取ったりで白鵬の勝ち。この放送は6時を回りましたけども、6時1分までお伝えしていきます。解説は北の富士勝明さんでしたが、北の富士さん、はい、白鵬の今日の相撲については。何でもやる男だね、これ。本当に何でもしますよね。臨機応変ですよね、その辺がね。さあ、これで13戦全勝で並び立ちました。それはもう、さっきから言ってるように当然のことですよね、はい、当然の成り行き。明日は白鵬が正代と照ノ富士が高安と。さあ、果たして千秋楽全勝決戦が見られるんでしょうか。しんがりが大関の照ノ富士です。13戦全勝です。膝の大怪我で大関から序二段まで優勝ありましたが、もしも優勝すればそれをまた塗り替えることになります。さあ、結びの一番です。14日目、目の前で今日も照ノ富士が白星を重ねました。明日の14戦全勝対決があるかどうか。愛知県体育館が静まり返りました。待ったなし。さあ、正代に対して張っていくのか、どんな立ち合いを見せるのか。どうしたんですか。どよめきが起きる。こんなのは横綱白鵬の21年の土俵でも初めて見ます。どういうことでしょうか。左でここから張って出ました。右から押っつける。ここで回しは、また切れました。今日は白鵬が今までにない取り口です。ここで捕まえました。右四つ寄り倒し、軍配は白鵬に上がりました。そのままどうやら物言いはありません。重ね持ちになりました。白鵬も14戦全勝。それにしても今日はまだ分かりますが、まともに当たるのを避けましたか。正代の立ち合い、思い切ったバーンとこう胸から当たって弾いてくるような、それを嫌がりましたか。そうなんですかね。なんか面白い格好になりましたね。それにしても物言いはもう横綱の立ち合い初めて見ました。なんともこの弾けるような立ち合いを嫌がったんですかね、としか考えられないですよね。あそこまで下がられると正代も思い切って突っ込んでいけないですよね。逆にそれは横綱が考えたかもしれませんが、初めて見ました、あんな立ち合いは。おそらく横綱白鵬自身も、まだ番付が下位の時代もこういう立ち合いはやっていないと思うんですが、初めて見てしまいました。小兵がね、ああいうことをすることはありますけどね、横綱がね、びっくりしましたね。
藤井さん、横綱本人はいろいろ考えていきましたと、はい、その一言だけでした。まだ館内声を発することはできませんが、何かどよめき。9年ぶりの千秋楽全勝対決が実現します。浴びせ倒して白鵬の勝ち。小熊さん、どうしましたか。ねえ、これ何をどう思って後ろまで下がって立ったんですかね。本人に聞かなきゃ分かんない話ですけど、何でしょうかね。初めて見ましたがね、食切りのような、ね、立ち合いですよ。他の、まあ、下の立位と覚悟が伺われる15日間でした。千秋楽の解説は第52代横綱北の富士の北の富士和明さんです。はい、よろしくお願いします。昨日の正代戦は驚きましたが、どうご覧になったでしょうか。あ、切れてもらえないよ、ね、だなそうですか。仕切り戦からかなり離れたところからかなり張り手も交えて激しい相撲を取りました。やはり右膝は万全ではないんだなということも伺えたかと思いますがね、あの一番からは。まあそれでもやってきたわけですよね、うん、して横綱昇進をつかむかという一番です。もうほぼ横綱は現状を手中に収めかけているとお伝えしていいかと思いますが、北の富士さん、やはり白鵬がどんな立ち合いをするのか、これ横綱側ですけれどもまず注目だと思うんですよね。立ち合い、はい、やっぱあれですかね。あ、これまではあの右四つがっぷりになることが非常に多くこの対戦ですが、差し手争いは必ずやると思いますね。そうですか、うん、今場所白鵬はあの右四つに行くというより左四つに行く立ち合いが多いからですね。膝を押しているのではないかと思いますし、右四つはちょっとやっぱりならない方がいいですね。あ、そうですか、うん、あ、それと照ノ富士側から昨日の白鵬の立ち合いありました。何か迷うようなところが出てくるかどうかというのはどうですか。ないでしょうね。あれはもう気にはならないと思いますよ。たとえあんだけ仕切って後ろに下がってもね、あの下がりは何年もね、うん、まあ、おそらく本人ノーコメントでしたが正代の圧力を避けたんだと思いますが、あ、かなり注意深く照ノ富士の様子を見ている感じです。先ほども何秒間か両者にらみ合いがありましたね。はい、この照ノ富士はですね、他の力士と違って白鵬戦の時でも腹が据わってますよね。もう自分の相撲を取り切れば勝てるんだという自信はあるんでしょうね。さあ時間になりました。2年ぶりの千秋楽相星決戦、全勝決戦。どちらか白鵬でしょうか。照ノ富士だって負けてられないよ。照ノ富士も怖い顔に変わりました。軍配が返ります。落ち着いて、相手に先に手をつかせようという白鵬。
つな。手をかち上げ、前回し、照ノ富士、速い、切った白鵬、張り合い、中に入った白鵬、右四つ、上手を引きました、照ノ富士は上手まだ、白鵬十分だ、上手投げ、小手投げ、上手が切れている、小手投げ、白鵬、7場所ぶり、45回目の優勝。やっぱり強かった白鵬。全勝対決を制して完全復活を告げる優勝。ただいまの決まり手は小手投げ、小手投げで白鵬の勝ち。勝ち続けることでこの苦難の場所を乗り切りました。膝に手をついています。力を出し切りました。なんという気迫。しましたね。よかったね。ただまた立ち合い肘打ち行きましたね、照ノ富士の顔面を狙って肘が飛んでいきましたね。その前に手を出しておいて勝ち上げるという、はい、ありとあらゆることはやってるけどね。この強烈な立ち合い、これはもう照ノ富士も左前回しをやってることはえげつないんだけどね。この勝負にかける執念、いやすごい執念ですね。今日はあのかち上げに行くために痛む右足を軸にして踏み込みました。そしてここで自分十分の形を作って、この気迫は抑えなければいけないところだったとは思いますが、昨日もそうですが、北の富士さん、もう勝つことへのもうそれだけだね、思い、何かもう人を、なんちゃうんだろうね。ここまで今まで45回優勝見てるけどね、はい、こういうのはもちろん初めてだし、なんかあったかね。えらいできんだろうね。もう動きで示しているということは、まあ、相当この場所にかける気持ちがあったのは間違いないと思いますけれどもね。はじめに賜杯敗退、表彰状賜杯白鵬賞、右は令和3年7月場所において成績優秀により賜杯にその名を刻し、長く名誉を表彰する令和3年7月18日公益財団法人日本相撲協会。賜杯
並びに表彰状が八角理事長から授与されました。続いて優勝旗授与。優勝旗並びに頂上金一封が伊勢ヶ浜審判部長から授与されました。続いて内閣総理大臣賞の授与であります。表彰状内閣総理大臣杯白鵬賞。あなたは令和3年7月場所において成績に優秀により内閣総理大臣杯にその名を刻し長く名誉を表彰する。令和3年7月18日内閣総理大臣菅義偉。総理大臣杯並びに賞状が内閣総理大臣代理として八角理事長から授与されました。